皆さんこんにちは、ライジンアンバサダーのくるみです。7月31日日曜日、埼玉スーパーアリーナにて行われる湘南美容クリニックプレゼンツライジン37。前回は金原選手にお話を伺いましたが、後半は藤井めぐみさんにスーパーアトム級トーナメントについてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。藤井さんには事前にスーパーアトム級トーナメントに参戦する8人のファイターについてお話を伺い、その情報をもとにチャートをこちらで準備させていただきました。それを見ながら今回お話を聞いていこうと思います。まずはレナ選手とアナスタシア選手のカードから見てみましょう。レナ選手のチャートがこちらです。藤井さんから見てレナ選手の印象ってどういう印象ですか？総合のキャリアも長いので、打倒局バランスよくできる中で、もう打撃がスペシャリストっていうか、あのスピードと爆発力出せる総合の選手ってなかなかいないと思うので、すごいバランスのいい総合の選手だと思いますし、もうキャリアもすごいあるので、もうベテランですよね。で、この対するこのアナスタシア選手のチャートがこちらです。ウクライナの選手ですね。アナスタシア選手は19歳の頃にフィットネス感覚で始めた格闘技の魅力にはまり、次第にいろいろな技を習得したくなり、本格的に MMA を習い始めます。2019年にアマチュア MMA ヨーロッパ選手権で優勝、また世界大会優勝という素晴らしい成績も収めています。身長は8人の中で最も高い169センチです。ちなみにレナ選手が160センチ、約10センチ差ぐらいだと思うんですけど、その差って結構試合には出るんですかね？そうですね。やっぱ打撃にしても、組むにしても、やっぱその距離感で空間作るのがすごく、やっぱり選手って一番苦労するところで、アナスタシア選手も打撃がすごくうまかったので、やっぱそこでうまく距離を取られてしまうと、レナ選手のいい打撃が出し切れないんじゃないかなっていうのはありますね。ちなみにライジンマッチメーカーチャーリー柏木プチ情報によると、アナスタシア選手は読書好きとのことです。この MMA ヨーロッパ選手権で優勝ってあるんですけど、ヨーロッパの女子の MMA のレベルってどんな感じなんですか？今やっぱりどこの国も上がってきてると思うのと、どちらかというとちょっと打撃の印象が強いのは正直あるんですけれども、試合映像を見る限りだと、もう普通に下からでも綺麗な形を作ったりとか、もうセットも早かったので、レベルが高いなと感じましたね。そして2人のチャートを重ねるとこのようになります。全体的にはレーナ選手の方がアナスタシア選手を上回っている印象ですね。そして 2002KO のアナスタシア選手のパワーはレーナ選手に引けを取らない、同じぐらいのパワーになってると思うんですけど、パワーで言うとそんなに差がないように感じますか？手足が長い分、フレーム、三角形とか四角とか、技にしてもガードにしても、引っかかったら結構切りづらい、外しづらいっていう、そういう力はあるんじゃないかなと思います。いつもだったらここすぐ抜けれるのに、なんか引っかかるなっていうような力強さがあるんじゃないかなと思います。海外の選手特有ですかね。私も海外で試合してて、やっぱりそういうので結構苦戦したことがありますね。この試合どういった展開になりそうですか？ちょっと打撃の攻防をすごく見たいなって、両選手ともやっぱりそこが長けてると思うので、あとはアナスタ選手って近い距離で多分苦手だと思うので、でもレーナ選手近くに行ってからのボディとか、そういう至近距離でも倒せるパンチがあるので、そういうのちょっとどういう戦い方、距離を使った戦い方がどっちが上手いのかなっていうか、どのあたりをちょっと見てみたいなと思います。続いて朝倉環奈選手とパクシウ選手のカードです。朝倉環奈選手のチャートはこちらです。藤井さんから見て環奈選手の印象ってどういった選手ですか？前回の試合が環奈選手らしいなっていう、もうがむしゃらに自分の得意な形に持っていく、ど根性スタイルじゃないですけれども、技術自体はすごく長けてはいるんですけど、結構見てしまうしてたのが、前回の選手がもう後のこと考えずにどんどん攻めていってて、で自分の形に持っていってたので、環奈選手らしい強さが出てたなっていうのはありますね。なるほど。そしてスタミナが最も評価が高い5ですね。やっぱ環奈選手のスタミナってすごいですか？
そうですね、あの5分3ラウンド、あの攻め続けるスタミナっていうのはなかなか、やっぱりちょっと攻めて休んで攻めて休んでっていう、やっぱり呼吸整えながらとか、あのうまく、特に最近の総合はペース配分しながら戦う選手も増えてきていると思うんですけれども、あれを5分3ラウンドも本当にフルで動き続けるスタミナっていうのはすごいですね。そして続いてライジン2度目の参戦、パクシウ選手のチャートがこちらです。パクシウ選手は第2代ライジンスーパーアトム級王者のハムソヒ選手と韓国で共に練習を積んできた打撃を得意とする選手です。現在はクレイジービーに移籍しています。昨年大晦日のライジン33でレナ選手に判定勝利を収めています。これまでに大島沙織選手に1勝1敗、現王者の伊沢聖華選手とはフルラウンドを戦うも判定負けを喫しています。パクシウ選手の印象はどういった選手ですか？あの打撃のイメージが強いのと、テイクダウンされてもやっぱ立つのが上手いですね。あの際の攻防、自分の得意な形に戻す能力っていうのはすごく長けてると思うんですけれども、でもあのレイナ選手との戦いを見ると、まあ、山本美宇選手との練習を多分してるからだと思うんですけど、やっぱタックルの力っていうか、それがすごく際立って見えましたからね。だから打撃だけじゃなくてグラウンドでも勝負できるっていうのが垣間見える戦いだったので、結構、まあ、印象的な打撃の選手なんですけれども、まあ、グラウンドでもちょっと自信があるんじゃないかなっていうように感じましたね。なるほど。そして2人のチャートを重ねるとこのようになります。パワーならパク選手、テクニックスタミナならカンナ選手に分がある感じですかね。なんかチャートが結構ずれた感じになってますね。後半戦になると伸びれば伸びるほど、まあ、カンナ選手有利になるのかなっていう。この試合どういった展開になりそうですか？いや、 やっぱりパク選手打撃で来るでしょう。やっぱ打撃の印象ですかね、パク選手は。相性とかもあると思うんです。相手によってやっぱ作戦変えると思うんで、まあ、カンナ選手に対しては、まあ、カンナ選手がやっぱりテイクダウンしてタックルがやっぱり上手くてしつこくて、そこからまあグラウンドが得意っていう、どちらかというと打撃よりもそっち派なので、やっぱり自分のいいところ、あの得意な分野で戦うっていうところで、まあ、やっぱ打撃でしっかり打って倒されそうな手も切ってスタンドに戻してっていうような展開になると思うんですけど、まあ、逆に打撃で出てきてくれればカンナ選手もテイクダウンしやすくてグラウンドに持ち込めて自分の得意な形に持っていけれると思うので、かなりちょっと心理的にあのお互いちょっときつい戦いになるんじゃないかなと思います。そして続いて浜崎選手とジェシカ・アギラー選手のカードです。浜崎選手のチャートはこちらです。富士山も浜崎選手とすごく親交があると思うんですけど、どういった印象ですか？そうですね、もう野生人なんでやっぱり彼女の強さっていうのは本能で動く部分かなと思うので、まあ、もちろん練習ではしっかり技をのこと考えながらとか、得意なものとか不得意なものっていうのをバランスよく埋めながら練習はしてると思うんですけれども、まあ、本番になればどんだけちょっと吹っ切って無心で戦えるかなっていう、まあ、それが本当にそこが強い選手だなっていうのは長年見てきてありますかね。そしてパワー経験が5なんですけど、やはりこう浜崎選手の強みはそこなんですかね。もう経験も総合の経験十何年あるし、まあ、キャリア的にももう本当に世界を取って、じゃあ今何に向かって走ってるんだっていう、その貪欲さっていうか、ね、世界とってもなおまた経験を高めるために強さを求めて戦ってるっていう部分では、やっぱり修羅場もくぐってきてるので、結果は残してるけど試合でちょっと結構イージーっていうか試合って少ないと思うんで、彼女って結構初めに押されてその後逆転勝ちみたいな試合も多かったりとか、まあ、そういう経験ってすごく生きてくると思うので、経験値的には本当にこのトーナメントで、まあ、一番多いんじゃないかなと思います。そして続いてメキシコのジェシカ選手のチャートがこちらです。ジェシカ選手はベラトール WSOF 現在の PFL ですね、あとは UFC にも出場したベテランファイターです。藤井さんとも2012年の5月のベラトールで対戦、また2013年12月の VTJ では引退試合の相手として再戦しています。実際戦ってみてジェシカ選手どんなファイターでしたか？私が試合した時からだともう9年10年近く経ってるので、ちょっと今どんな感じなのかなっていうのはちょっと想像だけになっちゃうんですけど、まあ、当時のことだけで言うとボクシングがやっぱりとても上手いで、もともと寝技もできるので、
あのとにかく、まあ、体が強かったですね。組んでも弾かれるっていうか、身長的にはあのそんなに変わらないんですよ。私と多分同じぐらいかちょっと高いかぐらいなんですけど、もう組んだ時の弾かれ方がその他の海外の選手と比べてもやっぱり強かったので、それがやりづらかったっていうか、まあ、強いなっていう印象。そしてパワー、テクニック、経験が5ですね。この今まで紹介したファイターの中で最もステータスが高い選手ですかね。そうですね、浜崎選手とやっぱり同じぐらいで、ほぼほぼ多分デビューも同じぐらいだと思うんですけれども、最後のキャリアの方で、まあ、UFC とか、まあ、52で出てたんですけれども、まあ、背も低いし、でもちろんタッパもすごくあって、リーチ差とかもだいぶあった中で頑張って戦ってたのを見てて、まあ、ちょっと負けが最後の続いてたんですけど、やっぱそういう相手との戦いでの負けなので、なんか彼女自体のスキルが落ちてるわけではないと思うんです。で、まあ、そういう意味では大きな怪我も結構してたりとか、カットとか血だらけになっても最後まで戦ってたりとかしてるので、まあちょっとやそっとじゃ心は折れないですね。いや、この試合なんかすごいレベル高そうですね。行き着くところまで行っている2人の戦いなので、お互いが対峙し合っているのを見るだけでちょっと胸がいっぱいになりそうですね。なるほど。そしてここでもチャーリー柏木プチ情報です。ジェシカ選手はもともとハリウッド女優を夢見てカリフォルニアへ移住。その後オレゴン州で警察官になり、自己防衛術を習う中で格闘技への興味が湧き始めました。転職しフロリダで通ったジムで柔術に出会い大会に出始めたそうです。ちなみにジェシカ選手とチャーリー柏木さんは同い年で、柏木さんの方が10日間年上だそうです。同い年なんですね。そして藤めぐさんの引退式にジェシカ選手を呼んだのも柏木さんだったみたいなんですけど、藤井さん知ってましたか？そうですね、あの知ってました。あの当時引退試合をする前の年ぐらいに、多分ベラトールで初めてジェシカと試合して、その時私が世界ランキング1位だったんですけど、それで負けて彼女が世界ランキング1位になったんですね。その引退試合の時もその時の一番強い選手と試合をしたいっていう話を興行側にさせてもらって、まあ、ちょっとだいぶ無理を聞いてもらったとは思うんですけれども、その時に今柏木さんが多分しっかり交渉してくれてもらえることになったっていうのは聞いてますね。そして2人のチャートを重ねるとこのようになります。ほぼチャートの値が一緒ですが、テクニックのみジェシカ選手が上回っていますね。これテクニックではジェシカ選手の方が有利っていうことなんですかね。有利というか引き出しという部分ですかね。まだちょっとタイプがお互い違って、まあ、浜崎選手はもう自分の得意な特化した技で本当に勝ちをつないでいっていて、ジェシカ選手ってのはバランスよくあのいろんな技を使いながらっていう戦っているっていう印象ですかね。この試合どういった展開になりそうですか？どんな感じになるんでしょう。一回ね、決まってたのがなくなってたカードなんで、お互いどんな気持ちで戦うのかなっていうのを考えると、はい、もうお互い初っ端から行くんじゃないんですかね。藤井さんにも縁がある二人ですもんね。そうですね、はい。じゃあ楽しみですか、藤井さんもこの試合。楽しみなのと緊張と、まあ、ドキドキの方が多いかもしれないです。あ、なるほど。そして最後は伊沢聖華選手とラーラ選手のカードです。まず伊沢選手のチャートがこちらです。藤井さんはあの伊沢選手の試合を2回とも浜崎選手のセコンドから見てたと思うんですけど、伊沢選手のファイトスタイルの印象はどういった印象ですか？はい、とにかく勢いがある。勢いだけじゃなくて、もちろんその組んでからのやっぱりテイクダウン能力の高さだったり、グラウンドコントロールっていうのがすごくうまいですね。試合のその瞬間瞬間に切り替える能力、あこれダメだったこれっていう、その切り替えの能力、判断力がすごく高い選手だと思います。そして現在6戦6勝、経験はまだ少ないと思うんですけど、トータルで能力は高い選手なんですかね？トータル的にはすごく高いと
思います。試合見るたびにやっぱり上手くなってるのをすごく見ていて感じるので、これからどんどん強くなっていくんじゃない、経験を重ねるごとに強くなっていくと思います。続いてブラジルのラーラ選手のチャートがこちらです。ラーラ選手は強豪柔術家たちが集まるコンストラクターチーム所属です。エリオ・グレイシー直系の弟子である名指導者アタイデ・ジュニオールの下で柔術を習っており、現在はチャオビです。17歳で MMA プロデビュー、現在は7戦7勝無敗の21歳です。7勝のうち5つが腕十字による一本勝ちを収めています。今年1月にはライジンでもおなじみのアンディ・ウィン選手に得意の腕十字で一本勝ちです。藤井さん、ラーラ選手の試合はご覧になりましたか？何試合か見させてもらいました。どういった印象ですか？組んで寝技に持ち込むと上手いなっていう印象はありますかね。ただ私がちょっと見た試合だと、その打撃とかそのテイクダウン的なものっていうのが、そのあたりの技術を見る前にもグラウンドに持って行ってたので、ちょっと未知数ではありますかね。じゃあこの柔術の経験値で言うと、ラーラ選手の方が伊沢選手よりはポイントになるんですかね。ちょっとまあタイプが違う感じではあるので、まあ柔術的にはそのラーラ選手、うん、でもまあそのグラップリングっていうか、はい、キャッチリスリング的には結構伊沢選手、うん、ちょっと寝技のタイプが違うような感じがありますかね。伊沢選手はガンガンガーンと決めを狙いながら行く。もちろんラーラ選手も決め狙うんですけど、ちょっと柔らかさがあって、ちょっとなんか少しタイプが違う寝技の作りをしているように見えました。ここでもチャーリー柏木プチ情報です。ラーラ選手の住まいは山奥で、家のすぐ近くには川が流れています。野菜やフルーツ、豚などを育てており、自給自足の生活を目指しています。家の隣に旦那さんと小屋を建て、そこにマットを敷き、仲間たちと日々練習をしているそうです。強そうですね、そういう方たちはやっぱり。はい、自然に溢れたラーラ選手です。はい、そして2人のチャートを重ねるとこのようになります。テクニック、スピード、スタミナは伊沢選手の方が分がありますかね。で、パワーは互角、経験はラーラ選手が上回っています。この試合もどういった展開になりそうですか？結構伊沢選手しっかり打撃していくんじゃないかな。テイクダウンして上取って、まあ、伊沢さん何でも行くでしょうね。今勢いありますんで、ブラジルと日本のやっぱ同世代で強い選手同士の戦いなので、すごく楽しみですよね。伊沢選手がまたね、これからどんどん、まあ、今回の試合でしっかりいい試合をしてくれると思うので、みんなもね多分期待してますよね。海外の選手といっぱい試合してほしいっていうのはね、これからどん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 やっぱ海外の強い選手たちとしてもらいたいと思うので、今回しっかり勝ってもらいたいなっていうのはありますよね。今回そのトーナメントのルールが男子のルールと変わらない内容になると思うんですけど、それってこうどうなんですかね、女子の試合として。どの競技でも男子と女子って同じルールで戦ってると思うんです。で、まあ、私も現役時代やっぱりそこは一緒にしてほしいっていうので、まあ、試合に出るときは男子と同じルールでやらせてくれないかっていうので、いつも同じルールでやってきてたんですね。で、なのでまあそのあたりが同じルールっていうのは問題ないし、もうみんなもそれは覚悟を決めてやってることなので、全然逆にみんなノリノリなんじゃないですか。もうやっぱりガツガツ行きたいっていう、そういう人たちしか出てないと思うので全く問題ないと思います。藤井さんのご出演はここまでとなります。藤井さん、たくさん今日お話ありがとうございました。ありがとうございました。すごく楽しかったです。楽しみになりました。さらに私も楽しみになりました。当日も楽しみにしてます。当日もよろしくお願いします。ありがとうございました。7月31日日曜日、埼玉スーパーアリーナにて行われる湘南美容クリニックプレゼンツライジン37のチケットは絶賛発売中です。会場に来られない方はペーパービューでぜひ全試合ライブ配信をお楽しみください。それでは皆さん、ライジン37もお楽しみに。ありがとうございました。まず前半のゲストはこの方です。こんにちは、金原です。金原選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はもうテーマ相性です。あ、はい、元谷選手、グラップラー。グラップラーじゃないですよね。そこだったらもうオールラウンダーでしょ。ですよね。これ相性的にはきついと思いますよ。太田選手が
きついきついと思います。なるほど、ボロ選手おと新龍誠選手のカードです。相性え、これはじゃあ相性で言うとどうですか？最悪じゃないですか。どっちに最悪ですか？ところ移動最悪じゃないですか。